皆さんこんにちは、しほです。はい、この画角で見ての通り、今回はコストコに行ってきたので、コストコ購入品やっていきたいと思います。今回はですね、全部で 44,792 円分で、全部で33点購入しました。初めて買ったものも結構多いし、リピ品も多いし、今回もですね、妹2人と行ったので、実家と尋常家族と私の家族でシェアするようになります。ちょっと初めて買ったものとかもあるので、初めて見たものも多かったので、食べたりしながらご紹介できたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、ではやっていこう。後ろに妹がおります。はい、ということでガンガン紹介していきたいと思います。まずはデリ系からいきたいと思います。で、今日は実家にこの後泊まる予定なので、実家でも夕ご飯として食べられそうなものとか、お昼にちょっと今からサクッと食べられそうなものも買ってきたので、普段とちょっと違うものがあるかなと思います。まずはチキンケサディーヤです。1434円で、小さし5個入ってますね。で、これは多分アボカドと、これはサルサになるのかなと思うんですけど、入っています。これちょうどお昼に食べたらいいよね。ちょうど良さそうなので、みんなで食べたいと思います。続いてはこちらのシーフードペスカトーレ、2364円です。ペンネがね、たくさんと、ペスカトーレなので魚介がたっぷり入っております。これもみんなでシェアして食べたいと思います。はい、大好きなシュリンプカクテルです。お値段が2268円です。そして魚介系だと、初めて買いましたタコとホタテのジンジャーマリネ、1592円です。サーモンもあったんですけど、タコがいいねということで、こちらのジンジャーマリネにしました。美味しそう。めっちゃ美味しい。お酒飲みたくなるね。美味しい。うん、ご飯にも合いそう。そしてまた魚介系でちょっと潰れちゃったんですけど、さわやか4種握り寿司、2698円です。結構な量入っていて、イクラとかエビとか入っております。大きいサイズもあったんですけど、これぐらいが食べやすいかなと思って、今回こちらにしました。夜ご飯に食べたいと思います。今回もいろいろパン系をね、買ってきました。こちらは事前に調べたやつだよね。これは事前に調べた新商品です。バイカラークロワッサンのココアとタンジェリンです。お値段1380円で、8個入っております。え、めっちゃいいにゃ。こちらがココアで、こちらがタンジェリンで、ちょっと中を開けてみたいと思います。じゃじゃん。あ、入ってる。美味しそう。じゃーん、こんな感じで中にジャムみたいな感じかな、入っております。いただきます。マーマレード。あ、マーマレードだ。美味しい。すごい爽やか、うん、美味しい。うまね。美味しいよね。ケスケも食べる。どうでしょう。美味しいね。美味しい。美味しい。はい、これがココア。ココアもあれなのかな、入ってるんだ。あ、ペースト入ってる。じゃーん。え、それも入ってる。うん、美味しそう。いただきます。こっちの方が好き。嘘。いや、チョココロネみたいな感じかも。普通にモクモクタイムになっちゃって。うん、ね、こっちの方が好き。え、結構タンジェリン、ココの方が好き。私もココアの方が好き。みんな違いますね。そしてこちらも買いました。で、実はこのクッキーはバラエティクッキーで、本当は前回の動画ぐらいにクッキー買ったんだよね、うん、こんな大きいのじゃなくて、もうちょっと小さめのクッキー買って、それをね、食べたくて、妹たちが私も好きだったけど、特に2人がハマってて、また買いたいねって行きの車の中で話してたんですけど、こっちのクッキーにしかなかったので、こちらにしました。全部で24枚入ってるバラエティクッキーです。こんな感じで3種類入っております。きっと長男も喜んで食べそう。チョコレート入ってですね。こんな感じで大きめのクッキーです。そしてこれ初めて見ました。トリプルナッツ熟成です。これさ、美味しいやつだよね、絶対に。こんな感じです。ちょっとパキッと割って、結構大きくない？おいしょ。この半分ぐらい、多分シュワシュワってなるやつだと思う。違う？
あ、シュワシュワではないけど、好き。アーモンドは結構うん、うん、ん、私は好き、うん、とっても美味しかったです。じゃーん、シーフードペスカトーレです。オリーブたっぷりとイカとエビが、あとホタテも入ってますかね。美味しそうです。これはレンチンして食べるものなので500ワットで5分ほどで具材に火が通るまで加熱調理してお召し上がりくださいとのことです。じゃあこちら加熱して食べたいと思います。ちょっと焦げちゃいましたけど、アボカドとサルサのソースがついています。自宅に2つ持ってきて妹たちはもう食べてたんですけど、めちゃくちゃ美味しいって言ってました。このね、サルサのソースとアボカドがすごく美味しいみたいです。で、中はこんな感じでめちゃくちゃ具沢山で、ね、美味しいので食べてみるの楽しみです。すいません、次男が遊んでてめっちゃうるさいです。ペスカトーレ完成しました。ちょっとお皿に分けたので、あの量で500ワットで5分だったので2分ぐらい火を通したら全体的に魚介にも火が通ったと思うので食べたいと思います。実家から帰ってきて夜です。長男は寝てしまったんですけど、次男はお昼寝をたっぷりしたのでまだ起きていますね。いただきます。うん、私は好き。魚介めっちゃ入ってる。ノンアルコールで、はあ、美味しい。ちょっと取り分けずに直であれだけど、これ絶対美味しい。うん、最高。なんか生姜が効いてるからすごいさっぱりだよね、このマリネ。パパも気に入ってます。どうでしょうか。うん、美味しいよこれ。なんかね、みんなね、今日は妹2人と妹の旦那もいて食べたんだけど、うん、3人食べてたんだけど、めちゃくちゃ美味しいって言ってた。美味しい。アボカドを乗せても、なんかついてるサルサもすごい美味しいらしい。うん、サルサ美味しい。いただきます。まずそのまま。うん、美味しい。なんかチキンが入ってるのか、野菜もたくさんだね。ちょっと辛いのか、あれ？いや、スパイシーな感じ。みんなが大絶賛してたサルサソースをかけていただきます。なんかすごいさっぱりする。ソースマジで美味しい。ちょっとアボカドもつけてみよう。アボカドも美味しい。え、今日買ったデリマジで全部当たり。でも妹の旦那は、え、今日は BLT ないのって言われた。買わなかったからハイローラー。これめっちゃおすすめです。でもちょっとスパイシーなので、でも子供はちょっと無理かも。うん。で、ペスカトーレはどうですか。美味しいよね。私これリピしたい。私好きそうなの分かるでしょ。この海鮮とペンネとトマト、もう好きなものがギュッてなってる感じという感じで、今回のデリレポでした。あと箱じゃなくてジップロックに入れちゃったんですけど、ナッツのやつ、これ食べてないよねまだ。え、これもほんと止まらない美味しさだった。甘すぎなくてめちゃくちゃ食べやすくて、妹たちもやばいこれは止まらんって言っててみんなでシェアしたんですけど、でもそうそう、めちゃくちゃ美味しかった。これナッツだし、すごい食べ応えもあって甘すぎずとっても良かった。はい、ということで今回はデリをいろいろ買ってみたのでデリのレポートでした。ジンジャーマリネもケサディーヤもペスカトーレも、それからお菓子系もう何個か買ったんですけど、結構どれも当たりだったしリピしたいなって思うものが多かったです。一つやっぱクッキーが小さいサイズがなかったから大きいサイズ買ったんですけど、やっぱ小さいサイズの方が美味しいみたいなことは妹たちが言ってました。私はどっちも好きだけど、デリレポでした。続いてはこちらのお野菜、今回は割と少なめかもしれないです。まず1つ目がロメインレタス、これ2つで400円切ってたと思います。めちゃくちゃお得だなと思って買いました。炒め物にもいいしサラダにもいいので
買いました。そして私は結構安定に買っている国産ブロッコリーです。これ普通にボイルして食べるのが大好きです。こちらはリピート品、前回のコストコで多分初めて買ったと思うんですけど、カットパインですね。2本が6袋入っていて、長男がすごい気に入ってパクパク食べていたので今回も買ってみました。そして椎茸、これ焼いて食べたいなと思って買いました。あとね、ブルーベリー、フルーツの何か買いたいなと思って、これだったら子供がパクパク食べてくれそうだなと思って買ったものになります。これもね、多分そんなに高くなかったと思います。はい、そしてこちらは乳製品になります。いつも買ってる安定の1日分の鉄分飲むヨーグルトです。もうちょっと1個開けちゃいました。飲んでます。これはコストコが安いので毎度買ってます。そしてヨーグルトはオイコスにしました。で、今回はね、ストロベリーとプレーンとレモンがあったんですけど、安定のいちごです。みんなでね、シェアしたいと思います。これもさ、もう出すぎてさ絶対買うものなんですけど、シェルインですね。もうみんな知ってるよねっていうぐらい紹介してるストロベリーチーズですね。はい、それで乾物いきたいと思います。1つ目は藤子さん袋入りです。これはみんなでシェアして使うように買いました。こんな感じでね、おつまみキャベツとか炒め物にも使えると思います。これは三女が大好きなもずくスープです。もう絶対買ってるし、うちも好きだけど、うちはもういいので妹にあげます。どうぞ。ありがとうございます。あとはカットわかめ、自宅用に買いました。そして残りの食品系です。こちら初めて買ったミートボール濃厚ポルチーニクリームソースです。前回こういうタイプじゃなくて、デリのところにあるミートボール買ったんですけど、これはこんな感じで袋になっているので、おかず困った時とかにサクッとできて良さそうだし、子供が好きそうなので買ってみました。これもね、シェアできるものだと思います。それから初めて沖縄そばを見つけて買ってしまいました。6食入り生麺、そばだし、三枚肉も入っているそうです。中が麺とお肉と粉末スープです。これが6食入ってます。賞味期限生麺だから短いのかな、1ヶ月は待つね。約1ヶ月ぐらいなんで、これもみんなで分けようということで買いました。沖縄そば大好き私。え、食べたことある？ある。あ、ないんだ。ある。私も大好きだ。リコは初めて。今日はこの沖縄そばをやっていきたいと思うんですけど、本当はこれが一人前なんですよ。けど今日はめちゃくちゃお腹空いているので2つやります。で、今次男がちょっと風邪をひいてしまって、今日保育園を休みしていて家にいるので、ちょっと騒がしいかもしれないけど、すいません。やっていきます。ママのお昼時間です。で、これはお湯で 4、5 分茹でるのと、このスープがあるので、これはお湯に溶くのと、三枚肉もついているので、お湯が沸いたら麺茹でてやっていきたいと思います。沖縄そばの写真を見ると、だいたいネギと紅生姜が乗っているので、それも買ってあるので、ちょっと盛り付けてまた食べるとき乗せたいと思います。ではやっていきます。じゃーん、完成しました。めちゃくちゃ美味しそう。三枚肉とネギと生姜を乗せました。紅生姜です。食べてみます。スープ飲みます。あ、美味しい。私沖縄そば大好きなんだよな。なんか前沖縄の動画出してるんですけど、もう結構時間経ってるけど、あの時も沖縄そばにハマってめっちゃ食べたな。うん、麺も生麺なのでめちゃくちゃ美味しいです。これね、さっきちょっとネットで調べたら楽天にもあったんだよね。値段見て安そうだったら楽天で買ってもいいかも。美味しい。沖縄行きたい。実はね、沖縄もね、行きたいねって計画してたというか、候補にあったんですけど、飛行機どうだろうねみたいな不安で、結局今年まだ行けていないんですけど、子供たち連れて一緒に行きたいな。これ絶対リピします。めちゃくちゃ美味しいです。そしてこれ、じゃじゃーん、美味しそうでついつい買ってしまったテングルキムチロゼパスタです。キムチとトマトの酸味が引き立つ爽やかなロゼクリームで、これ電子レンジなんだ。
お湯を入れて電子レンジ調理、600ワットで6分で出来上がるみたいです。え、でも韓国でしょこれ。韓国ってチンだよね。あ、確かにトッポギのやつとかもチンだよね。なのでちょっとみんなで分けて食べたいと思います。じゃん、今日のお昼はこちらを食べてみたいと思います。開けてみますね。お湯を入れて電子レンジ、中はじゃん、こんな感じです。パスタだからなんか平たい感じ、美味しそう。これ調理方法が湯切り調理と電子レンジがあるらしく、電子レンジだとお湯を捨てたりっていうのがないっぽいです。なのでこっちでいきたいと思います。これステップ1、これが火薬で、2と3は後っぽいので先に火薬入れる。どんな味なんだろう、なんか想像がつかない。火薬入れました。お湯入れて電子レンジやってきます。じゃーん、こんな感じでお湯を吸いました。すごいトマトの香りする。なのでこちら入れていきます。なんか今の時点で辛ラーメンのキムチ味の匂いがちょびっとします。キムチロゼパスタだからそういうことですよね。え、待って、今ソースがさ手についてさペロってしちゃったんですけど、やばい、これ辛ラーメンの私の大好きなキムチ味に似ているぞ、そんな気がする。で、これを混ぜます。絶対美味しい。うわ、やばい、美味しそうですね。結構もちもちそうな麺をしております。ある程度混ざったかな。なんかソースは辛ラーメンのキムチ味になんかプルダックポックンミョンのロゼとかカルボ系のパウダー粉末をかけた感じです。じゃーん、いただきます。うん、おいしい。なんかパスタだからすごい新感覚。うん、うん、おいしい。辛いかも。あ、辛さが後からきます。食べてる時はそんなキムチ感とか感じないんですけど、トマトっぽいパスタ感も感じるから、すごい不思議な味。美味しい。麺がもちもちで美味しいわ。ということでこれはリピありの美味しさでした。ちょっとまた買ってみたいと思います。ではリポでした。続いては食品以外のものをご紹介していきます。じゃーん、もうねリピートしまくりのフィニッシュ凝縮パワーキューブ150個入りで、これは妹の家用に買ったのと自宅用で2つ購入しました。フィニッシュは何度も動画でお話ししてるかもしれないんですけど、コストコがやっぱ一番安いです。ふわけ方しちゃったんだけど、このキューブタイプですね。いろいろリキッドとかも試したんですけど、やっぱこれが一番楽ですね。最近だと長男がこれを食洗機にポンって入れるというお手伝いもしやすいという意味で愛用しております。私はこの袋で収納してるわけじゃなくて、100均の入れ物に入れて取り出しやすいようにして収納しております。たっぷり入ってるし、私この匂いも好きだし、汚れとかも割としっかり落ちると思うんで、ずっと愛用しております。で、これがレックのたっぷり拭ける超圧ウェットシート。パッケージが変わっておりました。20枚入り10パック200枚なんですけど、前のやつまだ家にあったのでなんか違うのかなと思って持ってきました。で、パッケージは変わっていて、これがなくなりそうな時にこっちのものを、もうこれはねネットで買えたんですよ。なので楽天とかアマゾンとかでちょこちょこね足りないなって時に買い足していたんですけど、それがコストコでも販売されるようになっていました。で、水の揚げ教授くんと共同開発っていうのは変わらずで、唯一なんかここに丸がありますよね。こういう丸がちょっと増えた気がしていて、今までのやつは洗剤不使用除菌と消臭っていうだけだったんですけど、こちらは洗剤不要除菌と24時間抗菌がプラスされています。で、竹由来成分配合っていうのは変わらずなので、この24時間抗菌っていうのがプラスされたのかなと思います。よりグレードアップしたんですかね。シート自体はなんとなくなんですけど、新しい方が厚みがある気がします。なんか透け具合でわかるかな、ちょっとの差だと思うんですけど、触った感じも前のやつより新しい方がちょびっとなんか厚さを感じる気がしていて、キメが細かいのかな、そんな感じがします。でもまあほぼほぼ同じぐらいですけど、多少なりとも変化が
あると思います。見た感じもこっちよりこっちの方がちょっと厚く感じます。超圧エンボスが汚れをキャッチしてくれるので、私はこれはクイックルワイパーによくつけて掃除したり、あとはまあ子供たちいろいろ汚したりとか、ダイニングチェアとかも結構汚れやすいしたっぷり拭けるので、汚れ取るにはこれをめちゃくちゃ愛用しております。ハケ変わってました。それからですね、これも絶対買おうと思っていたビブになります。使い捨てのものですね。今回はプーさんにしたんですけど、柄はミッキーとミニーとプーさんがあって、長男にどれにするって決めさせてプーさんにするとのことだったのでプーさんにしました。最近は次男も離乳食が始まったので、結構外で食べるときにこれ使っていて減りの量が早くなったので購入しました。こんなにたっぷり入っております。こんな風になっていて、ここ外してこれをここにペタッと、ここがねくっつくようになってるんですよ。微妙にここに四角くついてるの、ここをペタッとやって、この部分はこう内側にしてポケットになるので、持ち運びの時本当に隙間とかにスッと入れておけるから持ち運びの場所を取らないのでお気に入りです。次男は今んとこ使ってくれるんですけど、長男がちょっと難しいので、ちょっと次男用としてまだまだたっぷりあるので使えそうかなと思ってます。そしてこれもじゃじゃーん、安定のバセリン6本を3人で2本ずつで分けたいと思って買いました。やっぱりさ、今日何回も言ったけど安いよね。めちゃくちゃ安いので毎度買うボディクリームです。これはね、私が最近使っていて安かったので買っておきました。スキンアクアのトーンアップ UV エッセンス SPF50PA4+UV 耐水性もあります。2つセットのものをね買いました。これはラベンダーカラーになっていて、今もね使ってるものがあるんですけど結構もうなくなりそうです。でパッケージはこんな風なグラデーションになっていてとっても可愛いです。で色味はねこんな感じのラベンダーカラーで伸びもいいです。でちなみにもう今日も塗っちゃってるんですけど、時間が経っているので塗り直しも必要かなと思います。でもここ日焼けしちゃってる、時計焼けしちゃってますね。これはねかなりトーンアップしてくれるので、顔は焼けてないけど腕が結構ね塗ってても焼けちゃってたんですけど、そこをちょっと色ムラを調整する意味で腕はこれ塗ってます。でもちょっとトーンアップするからなのか、そう車がうち車内黒なんですけど、ちょっと日焼け止めがつきやすい気がします。これはそこだけがあれなんですけど、スーパーウォータープルーフだし石鹸で落とせるし、化粧下地にも使えたりするので、メイクもあんまりしないよって日、日焼け止めだけで、でもちょっと顔の色味をムラをね整えたいって時とかにも使えて気に入ってます。多分この2本使い切っちゃう気がしてます。愛用します。あとは初めて買うんですけど、ママ友がめちゃくちゃいいよって教えてくれたので買ってみました。ビオレのヒアタオルです。これはですね、この中に5枚入っていて、それが3袋あります。めちゃくちゃ冷えるみたい、こんな風になっていて。使ったことある？めちゃくちゃいいらしい。でもビオレの冷やシートは私は使ったことある、それに近いのかも。あ、こんな感じだ。これをそう首に巻いて1時間続くらしい。あ、すごいスースーする。こんな感じの結構大きめ、無香料だけどやっぱスースー系のちょっと香りがするかもしれないです。でも気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいい。冷たい？え、めちゃ冷たいよ。いいじゃんこれ。え、めちゃくちゃいいよね。外にいる時私使おう。これこれ夏にめちゃくちゃいいっていうことだったので、今使った感じもすごいひんやりしました。そしてこちらの耐熱スタックグラス6点セットを購入しました。これねハリオのものですね。私ねハリオの商品何個か持ってるんですけど、ここのメーカーとっても好きです。で耐熱ガラス製だし、食洗機 OK と電子レンジ OK っていうのは私的にめちゃくちゃ大きくていいなと思って買いました。こういうグラス何個かあるんですけど、ここ最近実はボダム使ってたんですけど、ボダムを結構割ってしまって、かつボダムは積み重ねができないんですよ。だけどこれはスタックできるから場所取らないなと思っていいじゃんと思い、6個セットのものを買ってみました。こんな感じです。であとは私の靴下ドクターショールのもの、パンプス用が一番よく使うので買ったのと、かかとの内側に滑り止めがついております。
最後にこれは子供に買ったんですけど、昨日ちょうどテレビでコストコ特集やってて、ちょうどこれ出ててめちゃくちゃ良さそうなので買ってしまいました。これで1000円ちょっと、1500円ぐらいだったかな。これでだいぶ遊べそうだし、シャボン玉次男も最近見て楽しんでるのでやりたいなと思って買いました。今から何するの？おシャボン玉。シャボン玉やろうね。昨日買ったんだよね一緒に。今パパがやってくれてて、電池入ってたね。電池4本ついてた。これを開けてみました。まずシャボン液がこの2つ2本入っていて、1、2、3、5、6、1、2、3、4が並んでる。1、2、3、4、5、6。そうそうそう、牛乳みたいです。あ、牛乳だねこれ。牛乳みたいな箱に入ってるね。シャボン液が2つと、これは1本もう入れたの？それ最初から入ってたやつ。え、唐揚げになってるじゃん。これ誰？予備のケース、はい、で、はい、これはもう1本入ってる。最近取ってほしいという長男です。はい、こんな感じで電池を入れてセットできました。このボトルをここにセットしてやれるみたいなんですけど、昨日これを買った時はこういうのがついてたからすごい重たいなと思ったけど、この本体自体は全然重たくなくて軽いので、今2歳でもうすぐ3歳になる長男でも持てそうです。で、今からちょっと外でやろうと思うんですけど、暑いので昨日買ったこのヒヤタオルを使いたいと思います。パパと私、子供はですね乳幼児は使わないって書いてあるので、子供はちょっとネックリングを使おうかなと思います。すごい。そうそうそう。すごいね。業者じゃん。おいしいな。楽しい？バン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 できてるね。すごい。こりゃ楽しいわ。大好き。最高？ちっちゃい声。最高ですか？シャボン玉。楽しいね。はい、ということで今回はコストコ4万4000円分の購入品紹介でした。今回は割と買いたいものが買えたかなっていうのと、行く前にいろいろ調べたんですけど、ペーパー、キッチンペーパーが今まで多分3000円、4000円近くまで行ってたのが、海外製造じゃなくて国内製造になってかなり安くなったみたいなのと、個包装じゃなく3個ずつの包装になって結構安くなってるみたいなので、もしも買うか悩んでる方、めちゃくちゃ高かったけどすっごい安くなってたのでチェックしてみてください。お盆前に公開予定なので、お盆休みとかねコストコ行く方多いと思うので、少しでも参考になったら嬉しいです。皆さんのおすすめもぜひコメントで教えてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバイ。Bye.